スレイヤーズスレイヤーズスレイヤーズでは、三坂一による、ライトノベル、スレイヤーズを原作とした、テレビアニメ、OVA、劇場用、アニメ、ラジオドラマについて記述する。1995年から2009年にかけて、テレビアニメシリーズは5作品が放映され、劇場版が5作、OVA とラジオドラマが、それぞれ2作発表されている。キャッチコピーは、見てくんないと暴れちゃうぞ。 本作のアニメ版は、原作の本編第一部をベースにした、テレビアニメとその流れを組むラジオドラマ、そして、原作のスペシャルをベースにした、劇場版と OVA という二つの系統に対別できる。劇場版第五作目のプレミアムを別にすれば、主人公のリナ以外で両系統に登場した人物は、ほとんど存在しない。なお、本編第二部のアニメ化は行われていない。 両系統ともスタートしたのは1995年であり、いずれもスタッフや制作会社が異なり、ソフトの販売元も異なっている。テレビアニメラジオドラマは制作、EG ーーフィルム、販売、スター・チャイルドであり、劇場版、OVA は制作、JC スタッフ、販売、エモーションである。ただし、テレビアニメ第一作目の販売元は、バンダイビジュアル。 テレビアニメ第4作目、第5作目の制作は、JC スタッフ、劇場版、プレミアムは制作、ハルフィルムメーカー、販売、キングレコードである。本放送当時、渡辺隆史監督が運営するウェブサイト、猫南番庭において、作り手側からの情報発信と、ファンとの交流が、積極的に行われていた。このような制作関係者が直接運営するサイトは、 当時としては他に例がなく、アニメ市場において最も早い時期にインターネットを活用したものの一例であると言える。テレビ、東京ブロードバンドが運営するブロードバンド、配信サイトアニメ CH.com で2003年9月のサイト開始時から3作品とも配信された。2006年2月から同サイトを引き継いだアニテレ、シアターでも配信されていた。リナとガウリーの食事バトルは、 それぞれの担当声優である、林原めぐみと、松本康則のアドリブだったが、二人は特に打ち合わせを、しなかった。相手が言うと、それに返す言葉が、ポンと浮かぶらしい。台本には、イカアドリブ、イカ喧嘩しか書いてなかった、スレイヤーズ前から互いを知っていたから、役を探るうちにそうなったと語っている。また、監督によると、三割が二人のアドリブだったという。 エボリューション R 以外の作品はすべてテレビ、東京系列で放送。他に、系列外局でのネットもあったが、ネット局は作品ごとに異なる。放送日については、突起のない限りは、テレビ東京のものを記す。シリーズ共通の登場人物、声の出演シリーズ共通のスタッフ原作との、相違点原作の舞台は、水龍王が統括していた地域を囲む、 東西南北の結界内であり、魔族を除く住民たちは隔離された状態で、約1000年生活していたが、この結界が解除されたので、アニメでは外へ向かい国交を回復しようとしている。トルコリラの舞台は飛竜王統括地域である。結界の外の世界では、魔法が発達しておらず、代わりに火薬を用いた武器が発達しており、原作には存在しない大砲や銃が登場する。 またレボリューションでは、リナたちの住んでいる地域でも大砲が使われている。原作では海に接していない、ルビナガルド王国が海に面している。原作にはない、リナは、ナメクジが苦手という設定がある。シリーズ全アニメ作品の中で最初の作品であり、テレビ、東京系列では1995年4月7日から、 同年9月29日まで金曜18時30分から19時に全26話が放送された。原作小説であるスレイヤーズ本編第1巻、第3巻、第5巻の一部、及びスレイヤーズスペシャル第1巻の一部をもとに構成されている。本作のみアイキャッチが存在しない。続編のオネクスト、トルコリラ、レボリューション。 エボリューション R と区別するために、無印、無印スレイヤーズという通称で呼ばれている。放送終了後、放送継続を訴えるファンが、該当署名運動を起こした。過去に、ニコニコ動画や、2016年6月6日に、カートゥーンネットワークで再放送されたことがある。2006年2月に、トーナミでも放送された。登場人物、 声の出演主題歌サブタイトル A から Z まで、アルファベット順で始まるように作られている。テレビアニメ第2作目で、1996年4月5日から1996年9月27日に、かけて放送。全26話。原作小説である、スレイヤーズ本編、第2巻、第4巻、第5巻の一部、第7巻、第8巻をもとに構成されている。 本編第一部の残りのエピソードをアニメ化したが、6巻の内容のみ、構成や登場人物の都合上、ほぼ丸ごとカットされている。地方局では1作目は放送せずに、ネクストから放送したところもあった。本作から原作者の上坂はじめが、シリーズ構成を原作イラストレーターの荒井住類が、キャラクター原案を手掛けるようになった。大月春林は、自分の中では、 スレイヤーズネクストがベストと述べている。登場人物、声の出演主題歌サブタイトル第25話までのサブタイトルはしりとりになっている。また、サブタイトル中の1文字は赤文字になっている。テレビアニメのシリーズ第3作目で、1997年4月4日から同年9月26日にかけて放送。全26話、EG ーーフィルムが アニメーション制作を手掛けたスレイヤーズの初期、テレビシリーズはこの作品で完結となった。ネクストが原作小説の第八巻までの流れだったに対して、トルコリイラで第九巻には進まず、原作者のミサカイチよるオリジナルストーリーとなった。上坂はじめは本作をパラレルな第三部と捉えているというが、ネクスト直属の続編であるため、 原作の時系列では一部と二部の間、もしくはパラレルな第二部に相当する。登場人物、声の出演主題歌サブタイトル第24話までの、サブタイトルの最初と最後をくっつけると色ハウタになっている。18話のアイキャッチは、シナリオの内容に合わせ、スレイヤーズ・トルコリラではなく、流星戦士、ピースマンとなっている。前作、トルコリラから十一年ぶりの新作。 2008年のドラゴンマガジン4月号にて新作のテレビアニメが放送されることが告知された。そして翌月のドラゴンマガジン5月号で新作アニメのタイトルがスレイヤーズ・レボリューションであることが発表された。ストーリーは本編5巻とスペシャル9巻等をベースとしたアニメオリジナルとなっている。略称はスレイヤーズ・アール。11年経過したこともあって、 スタッフに大幅な変動があり、制作会社も変わったが、一部のスタッフは続投し、担当声優の変更もない。前作までの主要登場人物に加え、新たなレギュラーキャラクターとして、ワイザー・フレイ、ポッコタが登場。さらに、原作第一部で活躍した暗殺者ズーマやデュ・クリスも登場。TV シリーズでは初めて主題歌の歌ステロップが廃止された。主人公、 リナイコールインバースによるオープニングの向上が第一作以来に復活した。本作とエボリューション R のサブタイトル画面 BGM はネクストのものを使用。アニメ開始に先立ち同タイトルの漫画版がドラゴンエイジ6月号から連載された。また放送に合わせて原作の概念スペシャルはスマッシュに解題された。このかリナを演じる林原めぐみが 自身のラジオ番組の中でたびたび情報提供をしていた。主題歌は過去作品と同様に林原が歌っている。テレビ東京系列6曲にて2008年7月から同年9月まで放送された。放送枠は深夜帯でローカル放送だった。放送は変則にクールとなっており、前半は第4期後半を 第5期として位置づけられていることが発表された。2008年10月、続編の新シリーズの放送が決定したことが予告され、後にタイトルをスレイヤーズ・エボリューション・ R として放送予定であることも発表された。時系列は、原作一部及びトルコリラから2部までの間にあたる。登場人物、声の出演主題歌サブタイトルサブタイトルの頭が、 無印同様アルファベット順になっている。レボリューションの事前発表に際し、変則にクールの放送体制を取ることが発表されていたが、その後、林原めぐみのラジオ番組、林原めぐみの東京ブギナイトを通じて、第5期の情報が正式に発表された。放送内容は、第4期、レボリューションの続編となっている。略称は、スレイヤーズ ER。 ストーリーは一部本編六巻がベースとなっている。2009年1月12日から2009年4月6日まで ATX にて放送されたが、スレイヤーズシリーズにおいて唯一地上波では放送されなかった。一クールのアニメシリーズでありながら、同チャンネルのみの完全独占放送作品であったことは OVA シリーズを除き極めて異例。登場人物、 声の出演第13話のエンドロールでは、フィル王子、シルフィール、ワイザンフレイなど声なしだが登場した。主題歌サブタイトルサブタイトルの頭が、レボリューションに続く形で、アルファベット順となっている。テレビシリーズの間をつなぐために制作され、原作のスレイヤーズスペシャルをベースとしたオリジナルストーリー。登場するキャラクターが、テレビアニメ版用に変更されており、EX。 では、リナ、ガウリー、ゼルガディス、アメリア、シルフィール、オリジナルキャラクターである、ザングルスが登場し、NEX ではさらにゼロスと、ネクストのオリジナルキャラクターだったマルチナが加わっている。エボリューション R 第一作から第四作では、東映の配給だが、制作は角川文庫が主体となっており、冒頭には東映ではなく角川のアイキャッチが入る。総監督は、 1> 第1作目は山崎和夫が、第2作目、3作目は湯山邦彦が指揮を取り、第4作目は第1作から監督だった渡辺博史と作画監督を相沢正宏を起用し、二人で指揮を取る。第5作目は佐藤淳一が指揮をした。原作者の上坂はじめが、リターン、グレート、ゴージャスの脚本を担当している。 1995年7月29日公開、角川アニメフェスティバル。配給は東映。同時上映。始まりの冒険者たち、レジェンド・オブ・クリスタニア。あらすじ今日も悪党ぶちのし、我が道を行くが等が、ドラマたりないバース。そこへ、いつもの金魚のうんち、白蛇のナーガが現れたかと思いきや、リナを強引に連れて、 約束の島と呼ばれるミプロス島への旅に出ることになる。時を同じくして、リナは不思議な夢を見るようになる。ビコーストーリーはオリジナルのものだが、劇場版シリーズ一作目であり、また小説版、スペシャル、ベースの映像作品としても最初のものになることから、冒頭部分ではリナがドラマタと呼ばれる理由、ナーガとの腐れ縁など、状況を説明するシーンがある。 上映時間の都合で一部カットされた冒頭でリナが食べ物を食べるシーンがありソフト化の際はこのシーンを加え上映時モノラルだった音声をステレオにした完全無欠版が発売されたスタッフ主題歌ゲストキャラ声の出演戦1996年8月3日公開配給は投影同時上映 XX マイナス配給収入は6億円 あらすじとある宿場長、愛も変わらず、つまらないことで喧嘩していたリナとナーガの前に、一人の傷ついた少女が現れる。ある日、レッサーデーモンを連れた男が村にやってきて、村人を脅して、無理やり働かせ始めたのだという。ビアズというその村の名前に、聞き覚えのあったリナは、一味を追い出してほしいという少女、サリーナの頼みを聞くことにした。美行本作から、 スリッパでナーガをしばく、エンディングのコインの取り合いが劇場版で恒例となった。懲爆魔道デンスレイヤーズ4巻にてコミカライズされており、前日談にあたるがアレフ主役の番外編も収録されている。スタッフ主題歌ゲストキャラ、恋の出演1997年8月2日、公開、角川アニメフェスティバル97。配給は東映同時上映、天地無用。 真夏のイーブ。あらすじ陶器ゴーレムが名産品の街。暴走ゴーレムから少女を助けたリナとナーガは、いつものように相手に無理やり恩に着せて、少女の家に食事をたかりに押しかけた。その少女の父親は、ゴーレムメーカーとして広く名の通った、ガリア・アインバーグだった。近年は、創作意欲が湧かないと言って、ゴーレムの制作をしていなかった、ガリアだが、 リナを一目見た途端にその容姿を気に入ってしまい、リナをモデルにゴーレム人形を作りたいと言い出し始めた。その前祝いの帰り道、一行は悪化に襲われる。リナとナーガによって撃退されるものの、ちょうど現れたロード配膳の話によると、この町の領有権をめぐって対立している。 ロードグラニオンと巨大ゴーレムによる決闘で死由を決することになったが、ゴーレムを軍事兵器として量産しようとしている。グラニオンがガリアを誘拐しようとしたらしい。ゴーレムを兵器にしたくないガリアは、配膳側について、巨大ゴーレムを制作することになった。コ行エンディングのコインの取り合いは、取られた直後に、覇王雷撃人によって取り返される。ガリアと、ヒューイが、 お互いに制作した巨大ゴーレムのコントローラは、それぞれ、鉄人28号と、ジャイアントロボのもののパロディである。原作小説の後書きにて、エンディングに登場するガリアとヒューイの合作ゴーレムが、リナの故郷であるゼフィーリアの女王に、大金で落札されていることが、作者によって語られている。スタッフ主題歌ゲストキャラ、声の出演1998年8月1日、公開。 配給は東映。同時上映、機動戦艦ナデシコ、ザ・プリンス・オブ・ダークネスマイナス。らすじリナとナーガがやってきたのは、街中楽器にあふれ、美味しい食べ物が、名物の城下町。しかし、そこへ突然、鎧姿の少女が率いる、ドラゴン軍団が襲撃してくる。ドラゴン軍団はリナによって撃退されるが、止めを刺そうとした途端。 ドラゴン軍団と対峙していたはずの城の兵士によって、押しとどめられる。美行エンディングのコインの取り合いは取られた直後に、覇王雷撃人によって、取り返そうとするが、カラスが通りかかり加えていってしまう。なお、前作2作がどうかだったのに対して本作は金貨。スタッフゲストキャラ、恋の出演2001年12月22日、冬の角川アニメ。同時上映。 桜大戦活動写真、アズマンガ、大王、デ d ギキャラット星の旅。この作品のみ、冒頭に、東映のアイキャッチが入る。あらすじタコ料理が有名な港町にやってきたリナと、ガウリーの二人。呪文で、町の漁船を吹っ飛ばしてしまい目指し一匹の食事をとる。はめになったリナをよそに、海鮮船も入れを食べるガウリーだったが、窓の外で何やら異変が起こっている。 そして二人の前にも食堂の主人が血相を変えて飛び込んでくる。タコを食べ終えてしまっていたガウリーを見て真っ青になる。ガウリーはタコの呪いによって人間の言葉を話せなくなってしまったのだ。美光テレビシリーズのキャラクターがメイン。ディナの衣装もテレビシリーズに準じたもの。一方でオープニングの BGM は劇場版シリーズのものを継承した。本作のみ。 春フィルムメーカーのアニメ制作となり、作風が従来とは異なり、内容も比較的低年齢向き等、他の作品群とは一線を隠す作品。スレイヤーズのアニメ作品では初めてデジタル彩色で制作された。なお、第一作と同様に上映時には一部カットされたシーンがあり、映像ソフト版では保管されている。スタッフテーマ曲、ゲストキャラ、声の出演小説版。 スペシャルのエピソードを原作している。冊しの都合上、原作の2話分を組み合わせたエピソードも存在する。1996年7月25日から1997年5月25日にかけて発売、全3巻。ワリスト1998年10月25日から1999年3月25日にかけて発売、全3巻。 スタッフ主題価格はリストテレビアニメ、スレイヤーズレボリューション、スレイヤーズエボリューション R を使用したパチンコ機体。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。スレイヤーズネクストに関するカテゴリー、スレイヤーズトルコリラに関するカテゴリー、スレイヤーズレボリューションに関するカテゴリー、スレイヤーズエボリューション R に関するカテゴリー,リーゴリ、スレイヤーズリターンに関するカテゴリー、 スレイヤーズグレートに関するカテゴリースレイヤーズゴージャスに関するカテゴリースレイヤーズプレミアムに関するカテゴリースレイヤーズスペシャルに関するカテゴリースレイヤーズエクセレントに関するカテゴリーありがとうございます